皆さんおはようございます。この後8時からウェザーニュースライブサンシャインを担当します、大島リノンです。今日この後のお天気確認していきましょう。よろしくお願いします。今日私は初めて忘れ物をしてしまって、うん、あカードでしょ。カードなんかどうやらコメント欄を見るとリノンさんも忘れたことがある。本当なんですか？私2回やっちゃったことがあって2回、2回とも劇的でした。あれ忘れるとすっごい焦るよね。焦りますね。私もガチャ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 それであのお昼とかだったらいいんだけど、そう朝だったのよ。同じですね。もう終わったと思って、なんかちょっと周りの方々に不審者みたいになっちゃって、うん、私もなりましたけど、開けてほしいって願うんだけど、うん、朝でさすごいフロアも少ないし、はい、で自分もさまだ全然顔が見えてない状態で、はい、もうなんかすいません開けてもらえますかどなたですかみたいになって、あごめんなさいみたいな、いろいろもう大変でした。もうね、忘れてはいけないんだと痛感しましたが、いや本当にそう、うん、なんかストックがあるといいんですけどね、うん、なんかね前はあったの。 あったんですか。2回やってるじゃない。はい。1回目はあって、はい、会社でお菓子いただけたんだけど、2回目なくって、はい、もうなんか閉じ込められてたのに、あんた優しいことにスタッフさんが声かけてくださいねって、はい、返しますからって言ってくれた。すいませんって1回1回返してもらって、ちょっとあの動くたびに大丈夫って、あの、そうそうそう、優しいですね。そう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 、いやでも本当に困るね。困りますね、やっぱり一番萎える。も誰も助けてくれないです。そう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 、そう予定がねいつも通りに行かなくって、うん、本当にね気をつけてるんだけど、バッグ変えたりするとね、だよね多分そこなんだよね、うん、ね、もう今日あれ手が震えてないパニック、本当どうしたらいいか分かんなくって、うん、頭真っ白ですよね。なりますね。怖い怖い。あリノンさんでもあるんですね。やるあるあるある。もう次から首にかけてこようかなと思って。いや本当にそう、多分なんか首のストラップがついてる方もいらっしゃるじゃない。いらっしゃいますね。だからそれが一番なんだと思う。本当に家出る時にかけてくる。そうかけてくるっていう、それがそうです ね。そうなんだよね。だからお財布とかさ、はい、携帯ケースとかに挿してるのが一番忘れないのかなと思いつつ、カードだけで単独でいらっしゃるからさ、私も単独でいらっしゃるんですよ。そうだよね、多分単独でもらうから、単独でねそう、うん、持っちゃってるからね。そうなんですよね。いや怖い、いや本当に今日はもうどうしようかと思いました。身にしみるよね。一回やもう忘れ物は久しくしてなかったんですけど、やってしまったと思って。いや大丈夫、もう本当に、うん、気をつけましょうね。もう誰かに貸してもらえるの。誰かにね、今日も誰かじゃ出るときに、そうそうそう、帰るんですけどいいですかって言って、なんか悪いことした人みたいになっちゃいます。まあ、悪いことなんですけどね。 その日一日ずっと謝り続けて、すいません。いや待って、予備カード前あったやつどこ行っちゃったのか、もう忘れたくないなと身にしめました。これだけは絶対忘れちゃいけないんだ。本当にそう思う。ガチャ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 誰も通んなくって、うんうん、私絶対なんか出てくるの待ちましたよ。わかる、私もだからずっとうろうろ。でもなんかあの知らない方に声かけるの恥ずかしくて、そうだよね、うん、すみません忘れちゃったので、うん、同じフロアにねこう同じ会社の方がいらっしゃるけど、うん、こう同じお仕事でね、うん、一緒になる機会ないから、本当そうなんですよ、初めましてでさ、すみません、こうなんかすっぴんで、ね、それまだ仕上がってないっていうのもとても辛くて本当にね、いや怖いよね。怖いですね。怖い、うん、コメント欄になんかリノンさん持って帰ってたので、あ、うん、そうなんだ。逆にキャスターは私だけかな。どうなんでしょうね。仲間せんちゃんだけ。今日初めてでしたけど。どうなんですかね。意外とでもみんな言ってないからあると思うよとか言って、わかんないけど。誰も助けてもらえないのは朝のキャスターあるあるですよね。昼だったら結構出入りが激しいじゃないですか。ね、アリンさんも、ね、多分みんなちょっとずつ、ちょっとずつ、しょうがない。これもうしょうがない。他の方はどうですかね。ぜひ、ね、あの皆さんも忘れ物気をつけて、私も気をつけたいと思います。ね、気をつけよう。うん、今日は朝早くから皆さんにご覧いただきましたが、うん、朝一リポートとして、うん、お洗濯物干そうかなというリポートが届いていました。もう西からすでにこの後雨雲近づいてきそう
そうですが、明日からは今日は天気の崩れの心配のない北日本なども雨となるということで、お洗濯物など日差しの有効活用ができそうですね。本当ですね。もう明日には全国的にお天気は崩れておりますので、今日のこの日中の、ね、日差しをぜひ有効に活用していただければと思います。はい、この後そうですね、いつ頃からそして崩れるのか、いつまで干せるのかっていうのをね、しっかり確認していきたいと思います。この後もサンシャインよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。